王の海水浴場王の海水浴場は、愛知県と名市王の町にある海水浴場、伊勢湾に面している。海水浴場がある海岸は、王の海岸と呼ばれる。王の海岸制御のご愛も、清守も吉し野王のの歪みにしつ重ねむ、鴨長町名鴨の町名は、鎌倉時代初期の1210年、または1211年に、王のを訪れ、制御のご愛も、 清守も吉大野の歪みにすすう重ねむと読んでいる。歪みは、塩当時の意味であるとされ、これを根拠に、世界最古の海水浴場と称されることがある。ただし、海中に直接体を浸す行為だったのか、海水を温めたものに別地点で体を浸す行為だったのかは定かでない。慶長三年頃には、武蔵国忍藩主の松平忠義が、腫れ物の治療のために、 大野海岸を訪れており、兄の徳川秀忠が、京都、伏見から、大野海岸の松平忠義に宛てた見舞い状が残っている。慶長5年には、松平忠義が、終わり国清瀬藩主となり、清瀬藩主時代にも再び、大野海岸を訪れている。江戸時代末期の1844年に発行された、終わり名所図絵には、大野における潮当時の様子が掲載されている。 塩当時は諸病に効くとされており、人々が海水に身を浸したり、浜で身を横たえたりする姿が絵図に描かれている。大野海岸を訪れた医師の後藤新平1881年には、愛知県医学校の院長である後藤新平が、千田郡大野町を訪れ、大野が医療保険的適地であることを保障した。後藤は日本初の海水浴啓蒙所とされる。 海水公用論を表している。これを機に、愛知県令の国定連平が海水浴場としての開発の援助を行い、同年には、海音寺の住職が海水浴場とカオン浴場を開設した。古来から海水浴に類似する行為が行われていたが、その名声を高めたのはこれ以来である。随筆家の寺田虎彦は、体が虚弱だったため、1881年に、 父親に連れられて、王のを訪れて塩掃時を行うと、みるみる体が丈夫になったという。海水浴場というごくが用いられるようになったのは、明治中期であり、三階建ての海浜館、オンハローなどの塩掃時旅館が建設されている。1894年には王の海水浴場周辺の長官図である、尾張国王の海水浴神経の図が発行された。 1912年には、愛知電気鉄道によって、床滑線が開業し、名古屋市から床滑方面に対するアクセスが格段に向上した。大野の花音浴場は、愛知電気鉄道に引き継がれ、1912年には、愛知電気鉄道によって、音浴場の千鳥温泉が建設された。1916年には、愛知電気鉄道が新聞社と提携し、農業三橋、 人造海水用滝、児童海水プールなどが建設された。大正期から太平洋戦争後にかけての王の海水浴場は北側に隣接する新しまい米湖海水浴場とともに大いに繁栄した。1925年には新しまい米湖王の新すま海水浴案内が発行され、新しまい米湖海水浴場、王の海水浴場、 新須磨海水浴場の遠隔や特徴などが紹介された。戦後の1950年夏には連日5万人もの人出があり、砂浜も海中も身動きができないほどだった。しかし、名古屋港の臨海工業地帯が近いことから高度、経済成長期には水質が悪化し、1970年には水質検査で D 判定を下された。 1969年に20万人以上あった海水浴客は1970年には8万人に激減した。悪化した水質は徐々に回復し、2000年代の海水浴客は年間約3万人である。2005年には赤海亀が産卵のために大野海岸に上陸し、約90匹が孵化した。 2011年3月11日の東日本大震災後には砂浜の半分以上が消失した宮城県宮城郡七ヶ浜町の勝武田海水浴場に対して大の海水浴場から6 0 0ラムの砂が送られた。1888年に開設された勝武田海水浴場は東北地方で最も古い海水浴場とされる。ありがとうございます。